おはぶい、まとめんりーです。新潮勇者というアニメのレビュー動画見てアマプラで見たけど、11話と最終話で目から汗が出ました。それと、昨日は猫の日でしたね。こんな身なりしててすっかり忘れてました。にゃんにゃん。じゃあじゃあ突っ込み行くよ。ウイルス感染症に、誰？運営は完全に無関係で無差別。あっ、炎。なんだか、別に、で済みそうな言葉。安いと何度となく言われていたけど、メニューを他と比較したらそこまで安い印象がないと嫌です。最後は正月だけではないのでダート、自分で神回とかつけるのは正直理解に苦しむ。それこそバズり具合から他の人が後で決めるはなし、自分が言わなきゃ誰が言うはわからなくもないけど、書籍だけのランキングかはわからないが、それでも独占で10万部以上は素直にすごいけど、和を重んじてウイルスが止まることをぜひその身で実証してほしい。できないでしょうが、24時間のり弁せいは背に笑は変えられない人もいるけど、どうするの。今日のツッコミはどうだったかな。高評価、チャンネル登録やフォローよろしくね。チャンネル登録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 。